はい、ラスでございます。皆さんいろんなところで記念碑とか石碑とかって見る機会ありますですかね。まあ私の家のそばにはちょっとね埋め立て地な都合もあってあんまないんですけど事務所のそばには、まあ日本医師会があるので、日本医師会のことをいいとは言います、言いたく、あの、褒めたくないですけど、日本医師会の敷地の中には石碑があったりしますし、まあ会社から歩いて行ける距離だと、そうね、そうだな、靖国まで行くのはちょっと遠いけど、後楽園まで行けば、はい、石碑とかはそこら中にあったりしますね。はい。で、神社とかに行っても、まあ、古めの神社には大体石碑があったりしますね。で、なんでこんなこと言ってるかっつうと、文化省の、敷地内にある石碑に、スプレーでの落書きがあったそうです。はい。で、これがさ、石碑に書かれている言葉を否定して、こんな石碑なんてけしからんっていう方面だったら、まあ、譲らないけど、まあ意味がわかるじゃん。この記念碑は許されざる、暴虐のことを覆い隠す石碑なんだとかいうのはわかるしさ、これどこだっけ、朝鮮人の虐殺がどうちゃらっていうのが撤去うんぬんでやかましかったじゃん。まああれもね、まあいいけど、あの元ネタはまあいいや。ね。で、なんでこんなこと言ってるかって言うと、書かれた言葉がフリーガザとか言うやでさ、舐めてんのって。舐めてんの？本気で舐めてんのって。いや、なぜそれ文化省でやったし。ね？なんで日本でやったし。はい。で、一応これ逮捕案件になりました。器物損壊で。はい。で、捕まったやから、名前なんつったっけ？名前出てたんだよなぁ。あった。はい。関和人さん、フートさん。はい。38歳のキラキラネームのおっちゃんですね。はい。が、酒を酔ってたらしいけど、はい。とはいえ、なんで酒酔ってる時にスプレー缶持ってたんでしょうね。はい。普通、酒飲む時にスプレー缶持ってないぞ。はい。やる気満々やないかい。ね。で、自分の税金がガザの虐殺に使われているのが、嫌で世に伝えようと思ったとかって、お前バカなのかって。ね。バカなの知るの？はい。いや、逆に言うと、こいつほとんど税金払ってねえと思うぞ。こんなことやってるくらいだから。だしさ、ね、なんでわざわざそれをさ、ね、文化省のさ、石碑にやるのかね。うん。まださ、そこいらの、言いたくないけど、トンネルの中で落書きしてるやつとかまだマシだよ、これだったら。記憶にあるかもしれないけど、なんだ？こう、美術館のさ、美術品にさ、ジュースがぶっかけたりとかしてたねってあったじゃん。あれと同様ぐらいの稚拙な行為やぜ。うん。別にさ、石碑自体、この間そのさっきのさ、朝鮮人虐殺だってさ、石碑自体が問題だったわけじゃないじゃん。うん。それの石碑があって、それに基づいて、騒がないって言ってたのに、騒いだから問題されただけであって、騒がなきゃ、あるだけだねって流されたんだよ。うん。これにしたってさ、石碑の文言自体にはさ、なんだ問題ないはずじゃん。で、それになぜさ、さっき言ったけど、石碑の内容と関係ないフリーガードを書くわけ。もう本気でね、頭湧いてんのって思うよね。ね。まださ、ネットにガーガー書いている方がさ、マシだしさ。まださ、それを書くのにしたってさ、でっかいキャンパスアートでも使って、フリーガザーって駅前に乾いてろうかさ、まだ許されるよね。あ、政治的主張があるんですね。はいはいって日本だと流されるよ、多分。まあ、こっち方面から、何やってんだあいつ、ふざけろ、通報って言われるけど、思うけど、まあ、それにしたってさかにね、記念品をやらんよ。うん。サンゴに落書きした記者並みのアホだよ、本当に。本当、どういう神経してんだろうね。はい。こんなんやってくるとさ、最近はこう、石碑の管理者が不足してきてるっていう問題もあるんでございますが、それにしても、はい、最初は記念するために、慰霊するために、ね、慰労するために、諸々の自由があって、その記念碑が立ってるはずなんです。何らかの思いが込められていたはずなんです。その思いまで否定、冒涜するような真似は、いくら税金がどうとか、腹立ったとか、酔っ払おうが、やったらあかんよ。
ね、人間としてお前は、そんな主張している場合じゃなくて、ね、もうそもそも君は、ね、人間として失格だよって、ね、人の思いを踏みにじることやってる時点で、ね、うわ、お前何言ってんのとしか言われないよ。はい。主張がいくら真っ当じゃないと思うけど、真っ当だろうが、やってることが真っ当じゃなかったら、認められないんだよ。いい大人なんだから死ね。はい。以上でございます。ありがとうございました。